天馬昭一は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属する、元騎手の長教師。父は、休務員。1982年3月より、美穂、森安弘明旧社所属で、騎手候補生となる。1984年3月に、騎士免許を取得。同年デビューには、木畑初博中立英治、井鉄光一、鹿と雄一。 谷中孝一、坂本勝美角騎手らがいる。1992年8月にフリーとなる。1999年1月26日に地方競馬に初起業。3月13日に JRA 通算百0 0勝を達成する。2005年8月に美穂・星野忍旧社所属となり、12月13日付で美穂・堀井雅宏旧社所属となる。 2006年2月に調教師免許を取得し機種を引退する。引退レースは12番人気だったデルマポロに起乗し15着。機種成績は JRA 通算2447111勝、地方通算13戦0勝2着2回。同年12月21日付で旧社を10馬房で開業する。12月23日、初出走となった。 中山競馬場での第4レースの2歳新馬戦は一マートが14番人気で14着となる。2007年7月14日に新潟競馬場での第4レースの障害競争で2番人気だった SK アパッチが勝利し延べ81頭目で初勝利を挙げる。2010年8月8日、関谷記念をレッツゴー霧島で勝利し、中央競馬重賞初勝利を挙げる。 なお、騎手時代は、重症価値がなかったため、騎手時代を通じて、初の重症制覇となる。カッコ内は、当該場の優勝重症競争、太地は g i 級競争。ありがとうございます。